ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ名古屋より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただく車がマクラーレン 570S 2016年式1500キロ、こちらの車両をご紹介させていただきます。もうお帰りなさいっていう感じなんですけど、はい、はい、戻ってまいりました。これよくボンドチャンネル見てくださってる方はもうご存知かと思いますけれども、はい、そうですね、2020年の東京オートサロン、うん、そうですに出展させていただいて、うん、その後販売させていただいた車両が、はいはい、約1年半ぐらいですね、半ぐらいですね、はいはい、経ちまして、うん、再びご紹介させていただく機会が来たということで、はいはい、でしかも出展してた状態よりちょっとパワーアップしてるんですよね。そうちょっと変わってますね、はい、なんでちょっといろいろ調べると多分その出展してた時の写真とか、はい、まあ、情報とかいろいろ出てくると思いますので、まあ、ちょっと軽くね、はい、外装紹介させていただいて、うん、あとはそのプラスアルファしたところと、あとは今回ちょっと試乗メインで、以前確かご紹介させていただいた時は乗ってないんで、うん、そうですね、はい、でちょっとこうすごくいじった車じゃないですか、はい、この乗り心地どうなのかと、あとやっぱりこう改めて 570S 走りどうなのかっていうのをちょっと今日再確認したいなと、はい、であと外装はもう復習になっちゃいますけれども、はい、アメリカで今超絶人気の1060 インダストリーズのエアロが全部巻いて、はいはい、これを目玉にオートサロンに出展させていただいたと。そうですね、これもはやもう 570S が何なのか分かんないですよね。もう意外とこう、そうですね、さっきツッチーに言われて、そうやって言われるとそうだなって。多分なんですけど、はい、600LT オマージュのデザインだと思う。あ、そうですね、 600LT をもうちょっとこう激しくしたというか、はい、のちょっと形状、うん、だからなんか純正とこうフィッティングもいいですよね。いいですね、相性も。そう、バランスが、デザインのバランスもいいですし、なんかすごくいい感じ、違和感はないですね。全然違うこのラインがこう生み出されてるんじゃなくて、はい、純正であるラインをそのまま延長してる感じなんで、うん、そうですね、バランスもいい、うん、そして今回車高が車高が、はい、結構攻めてますね、はい、まあ、元ショーカーですから、はいはい、そのままショーカーの車高になってますけれども、はい、これで、一度乗られてたってわけですもんね。そうです、はい、前オーナー様はこれでお乗りになっていただいてました。ちょっと実際どうなのかこの後ちょっと乗ってみたいと思います。で、まあ、具体的にはローダウンは、はい、ロベルタの純正車高調をローダウンするやつですかね。そうですね、はい、キットでさらに下げてある、はい、でこれこんなに低くて大丈夫かと思うんですけど、一応純正のリフターも入ってるんですよね、うん、そうです、リフター付きのお車なのでその辺は安心ですね。なんで純正リフターなんでこうめちゃめちゃこうアップ量あるかっていうと、うんうん、そうじゃないですけど、まあ、日常使いに関してはそうですね、まあ、ちょっと気をつけるぐらいで乗れるのかな。はい、はい、そしてあとはホイールが、うん、これもショーの目玉として履かせたロティフォーム、うん、ロティフォームですね。この辺も見てくださっている方だともうご承知の通りだと思いますけれども、はい、アメリカのホイールメーカー、うん、今すごいですよね。いやすごいね今ね、勢い、そう、ライブ配信でもちょっと話しましたけど、もともとはロスのちっちゃいその何ですか、ストリートから派生したブランドなんですよね。ああ、なるほど。そうなんですよ、うん、確かアメリカ人2人ぐらいの人がその始めたホイールブランドなんですけど、そこからこう瞬く間に人気に火がついて、今やフェラーリのチャレンジにホイール供給してるんですよ、うん、ねえ、すごいよね。でやっぱりその一番最初の走りにもなった、やっぱりちょっとそのかっこいいストリートでかっこいいっていうのも、うん、未だにこう作り続けてるメーカーなんで、うん、ちょっとこうショーにバッチリな、はいはい、うん、ちょっと派手な感じですけれども、そうですね、はい、うん、ホイールが装着されてございます、はい、でもちろん専用設計ですから手面なんかもバッチリで、うん、バッチリです、はい、あと走りの部分に関してはちょっとこれ、うん、試乗で確認でいいかなと。そうですね、はいはい、このブレーキがどうなんだと、うん、足回りがどうなんだと、ちょっとそういうところは確認したいと思います、はい、あとサイドなんかも1060インダストリーズのエアロがついてて、うん、はい、まあ、あとはこのデザインじゃないですか、うん、結構でもこのサイドの、はい、こう攻めた感じですこれですよね。そう、もうレーシングカーですよ ね、 ね、はい、でサイドはちょっと 600LT と形状はちょっとだけ違うんですよね。違いますね、はい、前のこう出っ張りがなかったりとか、はい、この立ち上がりがちょっと違ったりとか、はい、まるまるこう同じのじゃなくてちょっとオマージュして 570S に合わせて作り直してるって感じです。でリアはもうフロントと全然こう印象が違う、すごくこうリムもあってコンケーブのある、うん、こんなホイール、コンケーブがえぐいですね。なんかマクラーレンにちょっとこの
色気というか、はい、っていうのは、うん、ここ数年すごいこうトレンドじゃないですか、はい、それまでってなんかちょっとこう体育会系じゃないけどマクラーレンとかって、うん、あんまりこうマクラーレンをいじるっていう発想が、うん、別に日本に限らずアメリカとかでもなかったじゃないですか、うん、そうだね、ここ数年こうマクラーレンがいろんな車種展開してきたのと同時に、いやもうかなり火がついてきてるんで、そうですよね、うん、あの絶対数は少ないですけど、いじるカスタムベースとして選ばれる方は相当数増えてますね。やっぱりこうフェラーリとかランボルギーニにちょっとこう満足できなくなってきた人たちが、はい、ちょっとこうマクラーレンすごく、そうですね、あと車が速いんですよね。いや速いです、やっぱりレーシングカー直系の車なんで、うん、やっぱりそこのこう相反するこうドレスアップと合体って新しいし、うん、やっぱりこうそういうものを求める人にハマるんだなっていうのはすごくわかります、うん、だ早ければスパルタンな印象のままで武骨な車でいいのかって言ったら、それ面白くないじゃないですか。だからって行き過ぎてて、まあ、ボディカラーが派手すぎちゃうとちょっといじり映えしなかったりするので、この辺の色ってやっぱりこういじり映えするし、その内装とホイールとトータルの色のバランスはやっぱりうちも出店する以上相当考えて、もともとこう考えてたのがちょこちょこあの動画にも出させてもらってる東京店の内山なんですけど、この辺はバランスよく絶妙に決まってると思います、うん、そしてあとウイングが、これが今回、はい、出店時よりプラスアルファされてる部分ということで、そうですね、はい、だからノビテックのウイング、はい、ちょっとない状態でも出店させていただいたじゃないですか、はい、で結構まとまってるなとかって思ってたんですけど、うん、ウイングやっぱりちょっとあると全然違いますね。いや全然違いますね、特になんかマクラーレンちょっとウイング必要だなと思っちゃいました。そうですね、一回見たら、はい、特にそう570のね、前回ツッチーと、前回というかもう1年ぐらい前になっちゃうのかな、はい、ご紹介したブルーの570、あれは純正オプションのリアウイングついてたじゃないですか、カーボンの、あれついてるのを見て、あ570これ全然リアウイングありだなっていう印象でしたね。すごくバランスが良くなりますよね、またついてると良くなりますね。で当然ノビテック製ですから、うん、もうカーボンの目も作りもしっかりしてますし、はい、うん、結構この大型のウィングだと実際この合成もそうちょっと怪しいのって少なくないじゃないですか、ね、うん、ただもうフェラーリとかの、はいはい、チューナーと言っても過言でないノビテックですから、そうです、ね、もう合成はもうバッチリ、もう足もこのドライカーボンですけど、そうなんですよ、ガッチガチですね、ガッチガチにくっついてるので、はい、中からねバッチリ、車が最高速330キロですからね、はい、それで飛んでっちゃうようなもんじゃ話にならないですか。本当ですよね、はい、でも実際にこの日本では出せないですけど、その出せるシチュエーション、例えばサーキットとか、まあ、こっちで言うとその鈴鹿とか、はい、あと静岡の富士スピードウェイとか、ストレートで200キロオーバーの時に振ってみた時にリアウィングバタバタしてたら悲しくなっちゃいますからね。ちゃんとしたものが今回装着されてる、はい、あとリアのディフューザーも T16 インダストリーズのものが割とこう奥まで、はい、奥まで結構しっかり作り込んでる。そうですね、はい、でマフラーの出口のこうデザインとかすごく相性はやっぱりいいですね、ちょっと一体感がある感じ、一体感ありますね、はい、こんな感じの外装になっております。はい、ちょっとじゃあ内装の方も、はい、まあ、以前もご紹介させていただいてるんで軽く、そうですね、軽く、はい、おなじみのこのディヘドラルドアを開けていただくと、はい、こんな感じで黒とオレンジのコンビの、はい、これ車すごくレーシングカー直系じゃないですか、はい、けどイギリス車ってちゃんと内装色気ありますよね。なんでだろうね、内装はで、はい、不思議だよね、不思議というかその辺が抜かりないね。でちゃんとそのレーシング直系なんでダッシュボードこの反射しないのだったりとか、まあ、アルカンのがよく使われてたりとかって、うん、もうその辺なんかもやっぱりすごくこう、はい、意識されてるし、うん、あとは僕スピーカーがこの車を全て物語ってると思うんですよ、はい、バワーズ&ウィルキンスでした。そうですね、これ音楽聴く車じゃないじゃないですかけどちゃんとついてるって、これ標準装備ですもんね、はい、このバワーズ、はい、だからちゃんとなんかこうマクラーレンどうなのって思ってる人でも多分こうスッて入っていけるんじゃないかなっていう、うん、毎回言いますけどその運転席でも助手席でも座った時の視界の良さってびっくりですよね。びっくりしますよね。毎回びっくりします。このスタイリングでそれなのかっていうね、え、はい、本当です。ちょっとポルシェの体育会系 の、 ちょっとその例えば GT3 RS とかとまたちょっとなんかアプローチの仕方が違うなっていう、そうですね、気はします。はい、車はなんかすごく体育会系レース直系なのに、うん、細かいとこ見ていくと、うん、
なんかこうおしゃれなインテリア、うん、スピーカーみたいな、うん、なんか日常使いを考えてる、そうですね、でね、思ってしまいますね、はい、でまあ細かいちょっと操作だったりだとか機能に関してはちょっとこれ乗ってご紹介させていただきたいと思います。はい、はい、行きましょう。はい、行きましょう。ちょっと久しぶりすぎて操作が戸惑っております、うん、おそしてアイドリングストップに衝撃を受けました、はい、あのスーパースポーツのアイドリングストップ禁止にしてほしいんですけど、はい、マジでアイドリングストップ入るんだみたいな感じなんで、いや本当ですよね、っつって、だってこのレーシング直系のエンジンでアイドリングストップする必要あります、うん、でも時代ですから。そうなんですかね。はい、そうなんですよ。ちょっとこの今回、うん、これマクラーレンのエンジンってみんなあの P1 からこの570まで、はい、M838、はい、エンジン 838だと思います、はい、確か間違ってたらすいません、はいはい、これが、うん、ちょっと日産の系統から来てるエンジンっていうのはよく聞く話じゃないですか、うん、はいはい、これをちょっと本当に、うん、そのところどうなのかちょっと乗って確認したいと思います、うん、日産 の、 あの V8 って言っても、うん、あのいわゆるその市販車に積んでるやつじゃなくて、はい、レーシング直系の VHR のエンジン、はい、のその、まあ、基本設計を使ったエンジン、はい、別に日産が供給してるわけじゃないし、はい、全く同じじゃないんですけど、そうですね、結構その日産ってこうマクラーレンのエンジンを語るときに出てくるじゃないですか、はいはい、確かに進化を、うん、ちょ一回乗らせてもらってるんですけどだいぶ忘れちゃってるんで、はいはい、ちょっとじゃあ料金上過ぎまして、はい、はい、いいですか。よいしょ。はえはえはえ、早いけどこれ、はい、どこまでも行けますね、うん、もう車の動きが本当に前にですね、ね、安定してますね、すごい、やっぱりすごいね、思い出しました、本当、はい、初めて乗らせていただいた720とあと570と、はい、鮮明に思い出しました、はい、あと650とかね、あ650とか、これめちゃくちゃこのワクワクする感じ、はい、ほら見てな、見てっていうか感じで、この段差の足この段差の足どう？いやいや、めっちゃいいっすよ。ただちょっと車高下げすぎてるせいもあるか、うん、少しこう、うん、こう返しがねある気がします。そうだね、はい、でもこれだよ、すごいっすねこれ、はい、跳ねることなくすごいよね、収まりもどこまででも走ってきますね、ね、さすがだよね、車がどこまで行っても安定してんすよね、はい、なんかずっと前に進んでいく感じですね。助手席のね、はい、この前の視界良すぎです。クーペですよね、本当に、はい、普通にクーペですよね、はい、スーパーカーの視界じゃないんですよ、そう、私のこう目線のこの高さ、今こうカメラ合わせてますけど、すごいよ。まあ、一応厳密に言うとあのスポーツシリーズなんですよね。そう、スーパーシリーズじゃないですよ。ではないです、はい、スーパーカーっていうのがちょっと語弊あるかもしれないですけど、うん、一応世間一般世の中的にはスーパーカーですからね。そうですね、まあマクラーレンという括りはスーパーカーの中の一つのメーカーっていう認識が、ね、はい、はい、あります、ね、このなんか運転のしやすさ、またその外観からのギャップそうだよね、はい、なんかアベンタドールって想像通り、うん、もしくは想像以上に、うん、僕勝手にいいですよ、うん、乗りづらい、はい、はい、うん、ちょっといろいろ強いられるじゃないですか。そうですね、視界も狭いし、はい、でもそれがやっぱりちょおしゃれは我慢じゃないけど、うん、やっぱりそれに合わせて乗るっていう一つのスタイルですけど、うん、はい、マクラーレンって全く逆だなと思って。そうだよね、本当になんか言ったらもうポルシェの911ぐらい乗りやすいみたいな、はい、はい、なんだろうねこれ、なんてこう表現すればいいんだろう、そのスポーティーカー、スポーティーカー、はい、み
たいな雰囲気だよね。もう車線越してもロールしないんですよ、うん、横移動なんですよ。そうだね、ハンドル切ったら切った分だけ、うん、本当にちょっと切ったらちょっと曲がって、うん、はい、切りましたりが必要ないです、うん、でタイヤのこう食いついてる感がすごい分かりやすいよね。あの接地感がね、分かりやすいです、うん、それどころかなんかこの転がってる感じ分かりません、はいはい、すごくこう足元とこのステアリングに伝わってきます、うんうん、そうだよね。これちょっと走り出さないと、うん、なかなかあれですね、うん、感覚分かんないですね、うん、運転席に止まってる車で運転席に乗るだけだと、うん、いや全然分かんない。これは乗ってこそだよ、結構こう試乗だったりだとか、まあ、在庫の車座らせていただく機会がよくあるじゃないですか、ね、うん、何回乗ってもマクラーレンってペダルレイアウトすっごい特殊だなと思うんですよ。あ、そう、はい、うん、狭いし左向いてるし、うん、ただ乗り出すと忘れちゃいますよね、それ、うん、あの僕は個人的にこのマクラーレンの 570S 右ハンドルのアクセルの、あ、ペダルのレイアウト好きなんですよ。でも割とこうアクセルとブレーキの間がステアリングの中心みたいな感じじゃないですか。そうです、はい、ただその僕の体型と土の体型が何とも違うから分かんないけど、はい、僕はまっすぐ右足を出すとアクセルに行くんですよ。あ、だから全然違和感なくて。なるほど。あ、全然いい。助手席乗せても全然いい。これコーナー曲がるときに、うん、普通ってこうアクセルオフか、はい、もしくはパーシャルで、はい、曲がっていくじゃないですか、はい、もうオンにして、うん、オンザレールなんですよ、うん、分かります。グイって、はい、しかもオンにしても別にハンドル切りましたり戻したりしなくても そうだね、そのままグイって曲がっていくんですよね、うん、これだからもうどこまででも走りたいです僕、うん、どこまででも走っていきたい、うん、でも車が軽いじゃないですか。そうなんですよね、うん、でね、軽い車でしっかりこう押さえ込むというかしっかりこう地に足をつけて走っててってなんかすごいですよね。で、570なんで570馬力ですけど、まあ、当たり前のように今600馬力オーバーとか、はい、多いですよ ね車によっては700馬力近くあるとかすごい速い速いって言いますけど、結局そのパワーウェイトレーションだったりとかっていろいろこう考えていくと 570S 相当速いですよ。バランスがすごいとこにある気がします。そうですね、もう究極で言ったらあの何でしたっけ、ケーニングセグでしたっけ、はい、あの1000キロ1000馬力の1とかもありますけど、うん、はい、一般的なちょっと普通に買えるレベルで言ったら相当高いレベルじゃないかな。1300キロ台ですよね、だって、うん、で570馬力だ、991の GT3RS よりかも、うん、むしろこう軽くて、うん、馬力も出てる、うん、だってこのメインのフレームに至って80キロしかないんですよね、うん、そうなんですよ。それでこの剛性がちゃんと確保できてるってすごくないですか、やっぱりカーボンのその技術と設計と、うん、そうですね、うん、そうだからマクラーレンの650なんか乗ってもすごくわかるけど、このカーボンのシェルというかこの、はい、なんていうんですか、あのキャビン周りのフレームというかがくっといですもんね。そうこれだよね、これがちゃんとこうできてるっていうか、ただカーボン作ってますっていうだけの話じゃないからね。ちょっとしよう、トラックでいいですか。いいですよ、トラックで。トラックでも切れないですよね、うん、はい、トラックにするとトラコン切れるって言われたらどうしようかなと思ったんですけど、その辺は切れないですよ、うん、オフにしないと。いやスポーツ、真ん中がスポーツですからね。そうもう一気にこうレーシング感が、はい、メーターの表示もね変わる、タコの表示が変わって、はい、いやこれちょっと名古屋高速ぐらいじゃ全然持て余しちゃいますね。いや持て余しちゃいますよ。ただ普通に走ろうと思ったら全然走れちゃうんですよ。そうですね、ほんと不思議だよね、普通の流れでギクシャク感ない、ない、うん、なんだったらこのまま鈴鹿サーキット行きたいぐらいです。違うんですよ、さっきほら説明しましたけど、はい、リアウィングが、はい、ステイ真ん中寄りじゃないですか、このノビテック、はいはい、
純正もオプションもそうなんですけど、はい、場所的にね、はい、フレーム接続なんで、はい、だから両翼が、はい、翼端が揺れるのかなと思って見てたんですよ、はい、そしたらほぼほぼそんな感じはしないですね。ないですね。振動で揺れるとか、はい、あるかなと思ったんですけど、ないですね。いただけるかと思ったら今度マクラーレンになっちゃったんですね。これはだってゲームっすよ、本当にこれ本当にゲーム。わー、いいわね、うん、絶対にこうなんていうの、本当に語彙力なくて本当に恐縮ですけど、うん、思った通りに車が動くんです。そうだよね。車のなんかそのロールに合わせてステアリング修正台入れたりも必要ないし、ブレーキもこの動力もこう踏んだら踏んだだけ効く、分かりやすいね。加速もこの思った通りというか、そうだね。なんかでもなんか本当なんていうのかな、こう NA の感覚ですかね、はい、回った分だけこう車速と力が出るみたいな感じなんで、すごくいいというか好感が持てます。そうですね、はい、これ調べたらなんかフラットプライムなんですね。ああ、だから結構こう市販のこう V8 と全然違う音がする。なるほどね。みたいですよ。レーシング直径だから当たり前って言えば当たり前ですけど、まあまあそうですね。今時売ってる車でフラットプレーンなんてもうフェラーリぐらいですよね、多分。ですね、はい、はい。でもやっぱりその振動の問題だったりだとか、はい、いろいろあってなかなか採用しないじゃないですか、普通、V8 でフラットプレーンって、はい、うん、確かに。いやもうコーナーを曲がり続けたいんですけど、どうすればいいですか、ジーカーさん。何周も何周も環状線走ってくださいじゃん。これでもちょっともうちょっとこう本当にいろんな人に乗っていただきたい、うん、と思いますよね、はい、そうだよね。日本ではっていうか世界的にちょっと僕わからないですけど、うん、日本国内で考えるともっとこうメジャーな存在になっていいのかなって思うんですよ。やっぱり好きな方はずっと乗ってらっしゃいますし。そうですね、はい、なんでかなって不思議です。いや乗った方とか乗られてる方の評価はすごい高い。僕少なくとも僕いろんな、はい、そのオタク訪問で、うん、いろんなとこ行かせていただいたりとか、はい、あとは店舗でそのお客様とお話しさせていただく機会とかってあるんですけど、うん、はい、やっぱり評価高いっすよね。めちゃめちゃいい車って皆さん言いますよね。あ、そうだよね、はい、否定的な意見ってあんまりいただかないですもんね。そうですよね、うん、ただ絶対的な台数が少ない、はい、まあ、あとはその一時リセールがあんまりこう、うん、っていうのもあったんですかね、はい、まあ、ちょっとその販路が弱いというか。そうですね、はい、でもこう今でもリセールは弱いと思います。ただしですよ、誤解されると嫌なんですけど、新車から考えるとやっぱりある程度落ちてしまうと思うんですよね、うん、だったら新古車を買うとか、うん、まあ、新古車って言っちゃいけないんですけど、登録済みのお車を買うっていうのが、まあ、一番こうマクラーレンに今の現状で考えると、日本の国内で考えると最善かなと思いますね。もちろん新車で買って、限定的なお車ありますよね、少ないお車 LT シリーズとか、うんうんうん、そういうのであれば当然新車で買うことができれば、はい、もうこれね、そんな幸せなことありませんから、はい、それでもいいと思いますけど、通常ラインナップの車であれば、まあ、ちょっと一回ランバーついて数千キロお取りになってくれれば。そうですね、だからまあすごく買いだと思います。いや買いですよ。1万キロとか全然いいと思います。だって普通にうち在庫車として知れないですけど、はい、3万キロ、4万キロ、5万キロって走ってるマクラーレンいっぱいあるんですよ、はいはいはい、だそれだけ乗れちゃうんですよね普通に。どうしても特に最近ちょっとポルシェの役付きとか、うん、その他スーパーカーのちょっと人気が過熱しすぎてて、うん、なんかちょっともうそういうのを目減りしないものっていうなんか感覚、あ、うん、それもあるのかなっていう、はい、うん、
確かにね。でまたその人気のおかげでその販売店側も買い支えるじゃないですか、はい、まあ、中古車販売店しかりそのディーラーしかり、はいはい、だそういうのもあるのかなっていう、うんうん、ただねなんとなくそれがずっと延々に続くっていうこともないでしょうしね。そうですね、うん、難しいところですけど、どっちかっていうとマクラーレンもそれに乗っかってというか、まあ、そういう風に評価されてもいいんじゃないかなって思わなくないですけど、うん、そうだよね。でも逆に買いかなっていう、いやだと思いますよ、はい、絶対数が少ないし、うんうん、いいですかちょっと最後降りる前に。うおーおーおー、はいえーはいえーけど前なんだな、車の進む方向が本当に、うん、いやどうつっち、動画だからさ、はい、この間乗ったGT3RS の雰囲気と、正直いいですか、うん、僕合うのはやっぱりマクラーレンだなと思いました。あ、本当ですか。はい、ポルシェめちゃくちゃいいんですけど、はい、やっぱりちょっとこう日常をそぎ落として、うん、スーパースポーツじゃないですか、はい、GT3RS って、うん、そうだね、はい、まあ、もちろんそのオプション足していけばなんかレザーにしたりとか、うん、なんかまあいろいろ豪華にもできるんですけど、うん、なんかこう市販車をレースに持ってってるっていう感覚なんですよね。はいはいはい、うん、レーシングカーにしてるっていう、うんうんうん、でマクラーレンってなんかレーシングカーを市販車にしてるっていう僕勝手なイメージですけど、うん、そういうのを感じますなんか、うん、僕も全く同じイメージです、うん、だよりなんかこっちの方が、うん、なんて言いますかね、濃い濃いというか、はいはい、なんかお、うん、ちょっと難しいですけど、うん、はい、いや言わんとしてることは分かります、はい、なんか限界もどうなんすかね、うん、でもマクラーレンの場合って言ってしまうとレーシングカーありきからできてるものだから、はい、そのカーボンのフレームだったり、はい、もう頑丈屈強すごいじゃないですか、はい、でありつつ軽い、うん、でありつつ足棒を考える、はい、クリキー考えるってすごいですよね。それを誤解を恐れずに言うなら市販車レベルにつければいいんでしょっていう、ああそうっすね、そうそうそう、誤解を恐れずに言うなら、はいはい、レースのフィールドってもう酷使することだけじゃないですか、はいはい、そこまでの使い方しない車を作ればいいんでしょ、言ってみればね。でもそれがマクラーレンすごい車が出来上がるところだと僕は思ってます。で、ポルシェのすごいところはそんなことは考えてもいない車で本気のレースで戦えるっていう車を作ってきちゃうっていう。この間テレビでやってましたけど、その車のなんかそのドキュメンタリーみたいなのやってましたけど、うん、はい、レースに車を出すのが、うん、まあ、車良くしていくので、うん、一番こう最短距離というか、結局車のそのいろんな消耗品が早く傷むから、はい、早く車の弱点が分かる。そうだよね、確かに。だからとにかくレースで車を走らせるのが一番その車を良くしていく、そうも最短距離だっていう、はい、でまあそれはトヨタの車が出てたんですけど、うん、僕ね全然一般の素人で普通にそれで自分でこうね、アマチュアのレースで初めて自分でこう車いろいろセッティングしたり作ったりするじゃないですか。いろいろびっくりしましたよ。まず最初にびっくりしたのがサーキット仕様、レーシング仕様、レース仕様にして、はい、サーキット持ち込んでレース練習に行ったんですよ、はい、オイル漏れたんですよあっという間に、はい、うわー終わったわーと思ったら何が漏れてるのかと思ったらミッションオイルがオーバーフローしてる。熱くなりすぎるから膨張してオーバーフロー、はい、だから別に壊れてるわけじゃなくてとか、そんなとこから始まって、でブレーキのフロントのダクト引いてあげて高温になっても大丈夫なようにでやってあげて全然効かないのね、はいはい、あんまりタッチ変わんねえしなんかどんどんフェードしちゃうし、でよくよく調べたらディスク面の真ん中に当てなきゃダメだとか、でそこからこうベンチレーションだから、はいはいはい、真ん中に当ててそこから外に出ますね。そうですそうです、はい、僕なんかそんな分かんないからキャリパー冷やすんだろうしか思わなくて、ローターを直接冷やすんだろうしか思わなくて、イメージで言うとそうですね、キャリパーを冷やすもんだと思っちゃう。そうですそうです、
あ、違うんだなっていう、うん、でそういう全てのことを分かっていたり、でそこで車を作ってたりすると、土が言ったようにいい欠点も出たり、セッティングもしやすかったり、市販に向けてこうした方がいいよねっていうデータ取りは早いよね。というわけで今回はマクラーレン 570S をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。